皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。あってよかった、いつもの場所に。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。11月14日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は171.94m です。おとついと比べると55cmの下げ。じわじわと水位を下げているようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時の時点で、上流の観測所での流入は毎秒5960立方メートルで、三峡ダムは毎秒8100立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川で増水した分の合計は毎秒2140立方メートルと推測されます。おとついと比べると、三峡ダムへの流入はほぼ変わらずです。一方、今朝8時の放流量は毎秒8290立方メートル。単純計算になりますが、27% 程度の発電状況で、9基前後の発電用の水車が回っているものと推測されます。おとついと比べると、放流量はほぼ変わらずです。こちらは、中国湖南省水門局のデータで、過去1ヶ月、三峡ダムの流入と放流、そして水位のグラフ。ご覧の通り、ここのところ、放流する量を絞っており、少しずつ調整しているようです。緑のラインの流入量は、徐々に少なくなっている状況で、それに合わせているものと推測されます。水位は下がったとはいえ、それでもまだ170メートル台ですから、高い水準であることには変わりません。西庵チャンネル。さて、三峡ダムというと、洪水対策や水力発電といったイメージを持つ視聴者さんも多いかと思いますが、意外と観光スポットとしても人気があるようです。今年1月から6月の来場者数は150万人となり、コロナ前の2019年の同時期より5万人増加したと報じられています。今年の国慶節、大型連休の時の写真がこちら。ダムを見下ろす展望台があるのですが、もう人だらけです。ただし、以前に見られた外国人はほとんどいないということだけは付け加えておきます。三峡ダムは、その名の通り、近くには3つの峡谷があることから、三峡と命名されています。山に囲まれ、周りには何もない、辺鄙なところということになります。そんなところに、1日平均で8300人も来るのですから、ちょっとびっくりですね。日本のダムで、イベントがあったとしても、そこまで人は来ないかと。今の入場料はいくらか調べてみると、基本コースで35元、セットになると185元になるそうです。日本円で言うと、700円から3700円くらい。夢の国や USJ ならわかりますが、動かないダムを見るだけとなると高いですね。ダムが完成する前から観光ツアーが組まれていたようで、視聴者さんの中には、ひょっとしたら行かれた方もいるかもしれません。ぶっちゃけ、一度は行ってみたいとは思うのですが、おそらく片道切符となりそうなので、やめときます。万が一にも、行かれる方は自己責任でお願いします。ウィンディーで直近12時間の実績を見てみます。今朝8時までの状況。南部で雨雲が見られるものの、中部、北部ではほとんど雲が出ていません。あんまり降らない状態が続くと、また渇水の危機になる予感がします。次に、向こう1週間の予想を見てみましょう。洪水シーズンも過ぎ、だいぶ雲の流れが変わってきました。北から雲が南下して広い範囲で広がるものの、それほど降りそうな感じはしません。雪のマークもちらほら見られます。今日の三峡ダムの天気は、最高気温が17度、最低気温が4度、晴れの予報。かなり気温が下がっていますね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。茨城空港発着の中国便、運休相次ぐ、知事見解、中国政府の対応が。毎日新聞が伝えています。記事によると、茨城空港を発着する中国便が、旅客需要が低調として、相次いで運休。茨城県の大井川和彦知事は、9日の定例記者会見で、中国、茨城空港便は団体客が多い。
処理水に関する中国政府の対応が中国国内の団体旅行客に影響を及ぼしたと考えるのが自然との見解を示したそうです。新型コロナウイルスの感染拡大で運休した上海便が8月に往復週4便で再開したにもかかわらず、利用客が少ないため10月上旬には週1便に減り、下旬には2024年3月まで全便運休すると決まりました。今春再開した台湾便は運航しているとのこと。以上、茨城空港発着の中国便運休相次ぐ知事見解、中国政府の対応がについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少し、またまた茨城空港のお話ですが、どうも中国便に関してはうまくいっていないようですね。鶴の一声で180度方針が変わってしまう国を相手にするということはこういうこと。逆に言うと、他にもたくさん国があるんですから、そちらに注力すべき。こちらではどうすることもできない問題をあれこれ悩むより、なんとかなりそうな未来を選んだ方が精神衛生的にも良いかと。東南アジア、特に最近ではタイやマレーシアなど日本ブームになっているところもあるみたいなので、今後便数を期待できるかもしれません。ところで、近々神戸空港から茨城空港を利用する予定だったのですが、最近例のクマさん出没の件があるので、どうしようか様子見にしています。日本の気象状況について確認します。こちらは今朝8時までのレーダーの実績です。ご覧の通り、日本海側のところどころで雨雲が見られます。完全に冬の様相ですね。ニュースを見ていると雨や雪になるところもあるそうです。太平洋側では晴れていますが、関西もだいぶ寒くなってきました。先日 YouTube のコミュニティ機能で字幕に関するアンケートをさせていただきました。1000名を超える方に回答をいただきありがとうございます。その結果がこちらです。どれくらいの方が字幕機能を使っているのかという質問で、 17% の方がいつも字幕をオンにしている、オフにしている方が 47%、 特に気にしていない方が 28%、 そもそも字幕機能って何という方が 8% という結果に。予想していたより字幕利用の視聴者さんが多いことが分かりました。例えば3万人の視聴者さんに動画を見ていただいたとき、4000人から5000人が字幕を利用していることになると考えると、決して少ない数字ではありません。ということで、動画内容と字幕が被りにくくなるよう、ちょっとだけスペースを空けています。画面がいつもと違うなぁと思われるかもしれませんが、ご了承ください。あと、字幕は YouTube 側で自動生成されるのですが、現状、誤植が多いので、できるだけ手直しする予定です。今は、三峡ダムの固有名詞は、ほとんど間違っているので、今後は、ちょっとマシになるかもです。放流ゲートは超巨大だった件。洪水調節のために放流するゲートがあります。おなじみのこの写真。三峡ダムの場合は23本あります。運用で使われる最大は11本。貯水側で言うと、こちらから水を取り入れています。水の下にあるため、その大きさはなかなかわからないのですが、取水口の大きさは、一つ一つが、縦が9メートル、横が7メートルになるんだそうです。大型バスを並べてみると、こんな感じ。この取水口が横に23個並んでいます。ここからの水はゲートを通って下流側に流されます。実感することはできませんが、とてつもない量ということだけはわかります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube のロジック的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。